突然ですが、ラーメン好きですか？好きです。僕ラーメン好きです。おすすめラーメン屋教えてください。あ、僕はもう大輝、僕の好きなラーメンはもう富山ブラックっていうか大輝が好きです。他のなんかいろんなラーメン屋さんありますけど、あんまり行かないかなって。一人で行くときはもう大輝なんですよね。要はブラックラーメンって呼ばれるところだなって感じで、まあ大輝って一番多分元祖だよね。どこ？あー、そっか、魚津って多分ないよね、あの大輝って。これ合ってるよね。で、富山市、あ、でも富山市しかないのか、もしかしたら。多分富山市だけかもしれない。特にその五島にはないかもしれない。すごくしょっぱいから気をつけた方がいいよ。召し上がるときはお気をつけください。注意してください。堀光道さん、こんなしょっ辛いが好きなんとかっていう。まあでも、ね、これからどんどん暑くなってきて、ね、こう、汗もかいてきてって時はもう最高。現場仕事の方、され、ね、現場のなんかお仕事されてる方っていうのは、結構、行く方多いそうです。やっぱ汗かくから塩分取りたいから大気行くみたいな感じかな。結構好き嫌い分かれる感じだよね。まあラーメンってそんな感じだと思いますけどね。魚津にも濃い味のラーメン屋あるよ。高堂さん知ってるかな？ああ、僕ちょっと分かんないな。もしかして、もしよろしければ教えてください。魚津に。ああ、そうなんだ。うん。なんか行ってみたいなと思いますけどね。富山ブラックってだけでも結構いろんなお店あるからね。まあ例えば、まあ富山市内もそうですけど、まあ、他のところでも、たくさんありますよね。例えば、そのブラックラーメン的なところだとすると、高岡の、昇竜っていうところあるじゃないですか。月9のドラマのなんか舞台になったところ。知ってますよね。恋仲だったかな。恋仲っていう、結構前ですよね。結構前ですけど、あの時に、福士蒼汰さんとかね、ドラマ、覚えてます？多分結構話題になったよね。そのなんかロケとか、すごく話題になったよね。その昇竜っていうお店も好きだね、僕は。前はたまに行ってたなーって感じ。大学行く最後の橋渡る手前のところに、深夜だけやってるラーメン屋あって、結構味濃いよ。でも美味しい。だから、それは最後の橋渡る手前か。まあ、大学ってポリテクだよね。僕の出身校ね。うん。あ、ポリテクか。なるほど。でも、なんかあったような気する。ちょっとなんかあったような気する。なんか。怪しいビデオ屋の前。怪しいビデオ屋。怪しい、その怪しいビデオ屋は知ってる。その、箸の手前でしょ。手前は、それは知ってる。あ、そうなんだ。あそこにあるんだね。あ、やっぱり、合ってた。多分、僕が思ってるところかなと思うんですけど。うん。